フランツ・ジックス博士フランツ・アルフレート・ジックスは、ドイツの政党国家社会主義ドイツ労働者党の組織、新衛隊の情報部 SD の高官。最終階級は、新衛隊少将。哲学博士。家具商人、アルフレート・ジックスとアンナ・マリア・シュビント夫妻の息子として、マンハイムの貧しいカトリックの家庭に生まれた。1921年に、 マンハイムの実家ギムナジウムへ入学。1927年に学業を中断して大工として働くようになったが、1929年11月に国家社会主義ドイツ労働者等の学生同盟組織に入り、1930年3月に正式に入党。1930年4月からはハイデルベルク大学に入学。 社会学、国家学、近代史、メディア学、法学を学ぶ。1932年11月、突撃隊隊員となり、ナチ党学生同盟が、ハイデルベルク大学学生向けに発行していた雑誌、ハイデルベルガーシュトゥデントの編集者の一人となる。さらにナチ党学生同盟の幹部の一人となり、同格を表す。1934年5月、 ハイデルベルク大学からドクトルの学位を授与された。ハイデルベルク大学の教授になったばかりのナチ親衛隊員ラインハルトヘーンに勧められて親衛隊に入隊。1935年には親衛隊幹部ラインハルトハイドリヒの目に留まり SD に招かれた。1936年末には SD の通局一部一家の責任者となり、 1937年には、通局一部部長を兼務する。さらに1938年には、愛局三部、通局一部、通局二部の三つのつぼねを任されている。また学問の分野でも盈進し、1938年4月には、ハイデルベルク大学教授となり、さらに、ベルリン大学外国学部長、ドイツ外国語研究所総裁などを歴任。 ナチス国家を代表する知識人となった。1939年にハイドリヒが国家保安本部を立ち上げると、ジックスには通局が任されたが、ジックスの国家保安本部での役割は明らかに減り始めていた。そこで1940年にハイドリヒより国家保安本部を離れる許可を、さらにベルリン大学からも名誉教授の位を与えられ、 武装死に兵隊に従軍することとした。オランダで訓練を受けた後、第 2SS 装甲師団、ライヒに参加し、ユーゴスラビア戦線へ派遣された。この後、国家保安本部に戻ったが、1941年6月には、ハイドリヒより、アインザッツグルッペンビー隊所属の部隊、モスクワ戦艦隊の隊長を命じられ、東部戦線へ送られる。しかし8月には、 バルデマール・クリンゲル・ヘイファー新衛大少佐にこの職を引き継いで早々に国家保安本部に戻っている。それでもジックスが隊長の間、モスクワ戦言隊は144名のユダヤ人や反ナチ派を銃殺している。国家保安本部へ戻るとセブン局局長となった。このツボネの下にはユダヤ人化が存在し、 ユダヤ人情報の収集と分析を行っており、その研究成果は、法局に報告された。また、ベルリン大学教授に服し、大学で教弁を取るようになった。1943年には、外務省に招かれ、外務省文化情報局長に就任している。戦後しばらくは、ゲオルクベッカーの偽名を使ってカッセル近くの、ギルゼルベルクで農家に雇われて隠れ住んでいたが、 アメリカ兵により発見されて逮捕された。1947年9月に、ジックスは他のアインザッツグルッペン指揮官たちと共に、アインザッツグルッペンの虐殺行為についての、アメリカ軍のアインザッツグルッペン裁判にかけられた。1948年4月に判決が下されたが、他のアインザッツグルッペン指揮官は、ほとんどが死刑判決だったのに対して彼は、 金庫20年の判決だった。彼はアインザッツグルッペンにいた期間が極端に短かったため、殺戮に積極的に関わったことを立証できなかったのであった。さらにこの判決も10年に減刑され、1952年にはランツベルク刑務所を出所した。戦後は出版業務に携わった。1961年5月には、 アドルフ・アイヒマン裁判の証人にもなった。1975年に、ボンゼンで死去している。65歳だった。ありがとうございます。